えーどうもフラ今回ですね、まあね、ここ最近本当にね、もう真面目にネタ切れということで、まあ、何かしらしようかなということで考えた結果、うーんとね、まあ、やっぱりね、ネタがね、見つからなくてで、コメント欄をね、見てたところ、ヒゲネタでいこうかなと。 えとまあひげをひげがあった方がいいっていう人もいるし、えー、ひげ剃った方がいいっていう人もいてなんかほぼほぼ半分半分になっててでまあいっとき、まあ、職種によりますけど、まあ、ひげがなかった時期もあるしまあひげがある時期もあるという状態でなってるんで、えー、とりあえずえー、っとうーんとね 11社目入る前はヒゲがなかった状態ですよね、確か。で、11社目になってから、まあ、ヒゲがある状態になったんで、で今回ですね、えー、もう一度ね、ヒゲを、えー、剃っていこうかなと思います。で、それで、11社目入った時はね、多分ね、全体こうあって、で、そこで、なんか、何年か前に、あごヒゲだけ剃った方がいいんじゃねえかって言われたんですよね。 で、その時のこと,ことを久々にやってみようかなと思って、一回顎ゴヒゲだけ剃ったんですけど、今回ね、あまたね、全部剃っちゃおうかなと。なんで、まあ定期的にね、あのー、ネタがね、えー、切れてしまってるんで、まあ、定期的にこのヒゲを剃る動画をね、シリーズ化しようかなと。ただヒゲ剃るだけ。まあ、それだけでね、再生数が稼げればね、まあラッキーかなと。ということで、えー、っとね、準備するもの、とりあえず、 風呂場からね、あの、この、オ、OK、け、お、OK、け持ってきて、この中に水を入れて、で、えー、っとね、うーんとね、昔からねあの、あの、ひげ剃りのあの機械使わないんですよね。<laughs> 大体もう、昔からこう、かみりね、ちょっと高めのやつ、でってももう、結構古いやつだけどね、歯は変えてるから。で、 えとこのよくあるこのクリームクリームがねあの今切らしてる状態なんで大体ここ最近もう何でもいいやってなんか塗ればいいやってことで、まあ、シャンプーだったりリンスだったり、まあ、洗顔フォームだったり石鹸だったり、まあ、いろんなものを使ってやってるんですけどね <laughs> あの買いに行くのがめんどくさいっていうのがあって地味に高いしで今回用意したのがねこれハンドソープのビオレえこれを使って を剃ろうかと早速いきますかえっ、ー、とまずねちょっとね水でこの辺を濡らします本当これひげ剃るだけの動画だからねあんま面白くないんで正直言ってちょっと待ってよその前に鏡が必要じゃねえか ねえねねねねええええぞねえぞねえぞ全然ねえぞってことでなんか分かんないけどうん鏡がどっか行ったんでそのままやるかカメラ見ながらおおこぼれるちとてちょっとつくできてこうやってほいもうちょい水あった方が良かったね で濡らしといてここでカミソリやってこれ左でやった方がいいかあフロアがいだからやばいなこれこれ一回やったんだけどビオレだとさカミソリ負けすんだよねなんか全然これ塗ってる意味がないような感じ う,うん口入っちゃううんうんまあいいや口入ってもちなみにこれこのひげの長さ昔から言われてますけどあ生マズって言われてますね両サイドがねちょろんと伸びて生マズみたいになっちゃうんですよね あ、これ完璧じゃねこれで上上ついてなくねだから全部下の方にあた垂れてくる垂れてくるふとについちゃう上がついてねえぞ上があっうんごっそり片側だけ 顔の半分だけ <laughs> この状態で出勤したらネタになるんじゃないかねさすがにこの,こ,のこの状態で1週間過ごせっていうのはちょっとね厳しいなこれでコンビニ行ったらどういう目で見られるんだろうまあいいや とりあえず大まかにこう沿っておいて調整は後で綺麗にやればいいこれネタじゃねこ,この状態であれだ1週間過ごしたらすごいと思うんだけどねただコンビニに入るのがだいぶ厳しいような状態だねこれ完璧待って待って部屋で。 こぼれんだけど。こぼれる。超こぼれる。もうちょい前。もうちょい前。おおすげー綺麗になった。久々に見たな。これ。逆側にもこうしとくか。 ジョリジョリ言ってる。オッケー。で、これで一回。黒子に。うわ、きたね。 いやーこれですっきりしましたねだいぶほら違和感があるで疲れましたんでタバコでえーっとね残念ながらねあの本日は 給料日、うん、給料日前の最後の勝負というところで敗れてしまいね、マルハンのマクロスフロンティア 3R っていうの、3R っていうの、あれがひどかった、本当に。いや、なんか入った時にね、入賞した時になんか確定音みたいになったんだけどね、何種類かあるんだよね、確定音。あれがなんかわかんないけど、 うん、外すというあの激圧で、えー、そんなねよくわかんない現,現状というかで、あのー、所持金がまさかの給料日はね千何百円ですやばいねこれ完璧今今土曜日 まあ日付買うから日曜日でしょなんだけども、まあ日、月、火、水曜日の、まあ、水曜日入るって言っても、水曜日込みで、あ4日間、4日間17、1700円で過ごすっていうのは、絶対にタバコ代考えても無理だということでなんで、まあピンチかなと、誰かお小遣いください、本当に。 まほんとネタ切れなんでねいやーさっぱりしたうーんとねヒゲがね長すぎるとね何だろう何かねゴミが口に入ったのかなっていう時があってでこう取ろうとするといてってなってあこれヒゲだみたいな、ね、ことがね結構ねあるんですけど 税金、GTL の税金来てるんで、どうしようかな。給料日後ぐらいに支払ってから、じゃあ公開しようかな。また、まあ、毎年毎年、まあ、変わってないんだけど、まあ、再アップみたいな感じで。えちなみに、あの、撮影に使ってる、あの、いつものね、エクスペリアちゃんが、まあ、今これね、えー、っとね、破損してしまって、 まあ理由的にはスマホをコンビニに落としたと勘違いして探しに行ったときにえ自宅駐車場に置いてあって置いてあったというか落ちててそれを気づかずに GTR のえとね右リアのタイヤで踏みつけてしまったというでこの x p リアね下の方ね,もうねすごいことになってて。 何ていうのく,くの字に気持ちくの字に曲がってますねで画面が浮き上がってて中からなんかその基盤が見えるというかあと光が漏れてる状態ででだんだん画面の調子が悪くなってきてるんでもしかしたらこのカメラ系のあれもちょっと悪いかもしれないですね、まあ、カメラ自体は多分そんなに破損はしてないと思うんですけどね あーお金がない。お金がないからこれさ、最後の金麦もあれですし、買えねえしも。あーこっちがちょっと残ってるけどね、なんだろう。これ、昨日は来たやつだけど、もいいよ。抜けてんだろ、炭酸が。まあ、そんな感じですよ。ということで、 まあ今回はね特にないんですけどネタ切れということでヒゲを剃って再生回数を稼ごうかなと思ったんですがまあおそらくこれ回らないでしょうね完璧に。ということではいご視聴ありがとうございました。